来ました。入り口はここです。うわ、鳥居が現れた。また悪化したような気がします。でも大丈夫です。なるべく早く全てを終わらせなければ。ここはかつて私が直々に封じた雷電誠の意識空間への入り口。どうやら彼女はもう私にこの体を好き勝手使わせる気がないようです。どういうことだ。彼女って誰だよ。誠のことか。ついてきてください。頭がクラクラするぞ。どこかに引き込まれたみたいだけど。あ、この場所って。おい、あっち見ろ。もう一人、A がいるぞ。またお会いしましたね、旅人さん。この身は内なる者の協力者であり、規則の守護者。内なる者が規則から逸脱しようものなら、この身は修羅と化しましょう。この感じ、まさか人形の将軍か。あなたは私の体で属性をめぐり、永遠の身体をつかんだようですね。今の自分の方が過去の自分よりも決意が固く、考えが正しい。そう思っているのでしょうか。それは新たな考えを得たから。それとも、抗うことのできない摩耗を受けたからですか。それをあなたに答えるために、私は来たのです。私たちは無事。今この場における対話は、刀を交えることのみ。雰囲気が一気に変わったぞ。もう、大丈夫なのか。先ほどの不調は、私に体を使わせまいと、将軍が抵抗していたからです。彼女が言ったように、私が変化する考えを持った時点で、彼女は私を敵とみなします。ただ、意識空間に入れば、私は彼女から独立した存在となり、干渉を受けることがなくなるのです。将軍は人形ですが、自我を持っています。必要な時に、ここに現れて、私と対決するのです。エイはどんな困難があってもやり遂げるって言ってたけど、まさか自分と戦うことになるなんて、誰も想像してなかったぞ。エイと将軍が戦うなんて。私が将軍に定めた規則。いえ、将軍こそ、かつての私の理想。
永遠の礎であり、揺るぎない存在。必要がなければ、私は彼女を変えることなどしません。もう他に方法はないのか？手を出さなくても丸く収まるみたいな。でも、二人とも稲妻のためを思ってやってるのに。この身は、無常なる威厳を象徴し、一国を滑る権限を与えられ、ライデン将軍の一切を凝集したもの。当然のことながら、エイが前進する中、絶え間なく失われていく苦しみと、永遠を目指す決心も受け継いでいます。これもすべて、魔猛に対抗するため。決心、勇猛、愛母、憎悪、そのすべてが、時間という長い川の中で歪み、変わっていくのです。規則のみが永遠を保つことができる。確かにそれがあなたを作った時の私の考えでした。同時に私が越えなければならない高き壁にもなったようです。あなたは私の敵になるというのですか？私はあなたの過去であり、永久不変の規則であり、永遠の守護者。ならば私は市民に夢を与えし、ライデン、エイ。誇り高く臨然たる鬼の少女は、その鋭利な牙と爪を断ち切られました。たとえ血と汚れが洗い流されたとしても、あなたの刀に以前の輝きを取り戻すことは永遠にないでしょう。無礼者、ヒュッ、ふっ、はい、逃げ道はありますか？稲光、すなわち永遠なし。空には狐の王が、やがて漆黒の雨へと変わりました。死脈が流れ続ける限り、時間の苦しみは終わりません。元通り回復した。裁きの怒りはまるで影のよう。滑稽です。セーフと、さばいなさい。逃げ道はありません。無力、さばいなさい。無我の境地、稲妻を包む神の中に、雲の中で静かな気を出し、この先、あの世の人は永遠に二度と現れないでしょう。裁きの雷、終わり。無礼者、よっ、立つ、シュッ。稲光、すなわち永遠なり。逃げ道はありません。滑稽です。セッ、無力なり。滑稽です。セッ、立つ、フッ。そこ、見切りました。暴力、この目で属性を見届けましょう。ここより弱滅の時、浄土、幻滅。やっと倒せたのか。その武芸、衰えてはいないようですね。しかしその意志はいつまで持つでしょうか。そんな。ここは意識空間。彼女の存在は、そう揺らぐことのないものです。彼女は、魔猛に対抗するために生まれました。意志に関しては、彼女は生きとし生けるものの頂点に立つでしょう。当然、あなたも私も含めて。じゃあ、この戦いって、終わりがないってことか？よもや、それもありえなくはないでしょう。ですが私は、今の私の意志が、決して魔猛による産物でないことを、彼女に証明しなければなりません。私の切り開く未来は、きっと魔猛にも耐えうるほど偉大なものであると。これを乗り越えなければ、将軍の規則を変えることはできません。稲妻も、前進することはないでしょう。これは私の責任です。
たとえこの戦いが何ヶ月、何年、何世紀、どれだけ続こうと、何度でも私は彼女を倒します。500年前、人間は戦うことで自らの力を証明しました。そして今、彼らは願いを頼りに新たな道へ歩もうとしています。まるで古き桜が新しい枝を伸ばすかのように、そろそろ私も彼らを信じることを学ばなくてはなりません。はい、わかっています。ですがもし、誠の言った無双こそが正真正銘の永遠なら、将軍のいない種々など恐るるに足りません。稲妻の果てしない未来のためならば、どんなに長い戦いも永遠の中の一瞬に過ぎないのです。私は稲妻の臣民に必ず帰ると誓いました。この誓いはあなたが見届けてください。私のいない間、すべてを巫女たちに任せます。でもそれじゃあ。私の言葉を伝えてください。オイラたち追い出されたのか。どうするんだよ。本当にエイと将軍をあのままずっと戦わせるのか。ああすることでしか将軍の規則は変えられないって言ってたけど、そうだろう。しかもエイって頑固だから、あそこで壁にぶつかったらそのまま足を止め続けることになっちゃうかもしれない。それに勝負にこだわりすぎて最初の気持ちが薄れでもしたら、もう出てこない可能性だってある。おう、エイがこの試練を乗り越えられるよう前みたいにあいつを手伝おう。エイが中にいる時間を短縮する方法か、それか直接勝つ方法ってないか。何が何でもエイをあのまま中に残しちゃダメだ。でもあの場所にはもう入れないし。手伝うって言ってもまず中に入らないと。とりあえず体当たりでもしてみるか。そうだ、ミコだ。ミコがあの不思議な空間のことをどれくらい知ってるかはわからないけど、もう他に選択肢もない。早速あいつのとこに行って。